K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。4月8日に元婚約者への解決金を渡すことについて強い拒否感を公表していた小室 K さんですが、4日後の12日、解決金を渡す方針へとあっさりと方向転換しました。これまでも K さんは不可解な行動を捉えていますが、今回もその行動の意図を理解することはできません。 しかし、一連の行動からある事実が浮かび上がってきました。本日は浮かび上がってきた関係者の認識のズレと小室家の本心を一連の行動から読み解いていこうと思います。眞子さまと小室圭さんが解決金を渡す方向で金銭トラブルを解決する意向があることを明らかにしました。K さんは先週、母親と元婚約者の間の金銭トラブルと報じられている事柄について、 誤った情報をできる限り訂正するとした文書を公表したばかりでした。K さんは文書を公表したことによって、話し合いでの解決を目指していたという方針を明らかにすることができたということで、今後は解決金を支払うことで金銭トラブルを解決することにしたということのようですが、あまりにも早い方向転換には、あの文書は何だったんだと首をかしげている国民は少なくありません。 テレビ朝日系、鳩ト慎吾モーニング長が13日、解決金を渡して金銭トラブルを解決したいという意向について、皇室ジャーナリストの山下慎吾氏は、なかなかうまいやり方と評価しました。一点とも言うべき、小室さん側のアクションでしたが、山下氏は、これは何の話し合いもせずに、ただ早期解決のためにお金を渡すということはしないというだけで、お互いの認識の違いの整理などができた後は当然、 解決金を渡すという選択肢としてあったわけで、それが途中で頓挫して交渉にならなかったということですから、私の第一印象はなかなかうまいやり方だなというふうに思った。まず言いたいことは伝えておく。それで当初から小室さんとしては解決金というのを視野に入れていたわけですから、そういう借金ではないことを強調した上で最終的に解決金を出すということで解決しようと、渡してから文書じゃなくて、 文書で気持ちを伝えてから渡す。今のこの状況ですと、これはなかなかいい方法だなと思いました、と理解を示しました。この国民感情を逆立てするようなコメントは、さすがは朝日系メディアといったところでしょうか。朝日系のメディアといえば、平成時代のみちこさまによるメディア操作の代名詞とも言えるメディアです。このコメントにより、今回の一連の騒動もみちこさまの関与が疑われます。 一方、解決金を渡す意向を明らかにしたことを受けて、元婚約者の代理人が突然の提案に戸惑っていると話しました。元婚約者の代理人は13日朝、元婚約者へ解決金の話はありました。しかしながら、文書発表後のことでしたし、小室さんの突然の提案に戸惑っています。K さんの代理人は12日、解決金を支払う方針について、K さんはすでに幕様に報告しているということですが、 一方で代理人は解決金を支払うことがダイレクトに結婚に結びつくかはわからないとしています。今後元婚約者が解決金の申し出に応じるかどうかが焦点になってきます。当然元婚約者が今回の提案に応じないことも考えられるわけですが、どちらにしても今回の提案に対して国民の反応は今更遅すぎるなどと悲哀から反応を見せています。 これまで予想不可能な K さんの行動はここに来て自身の否定とも言えるような論理破綻を起こしています。始まりは2019年に公表した初めての文書です。文書では元婚約者から金銭的な支援を受けていたことを明かしています。この金銭的支援の性質については、婚約解消時に元婚約者から返してもらうつもりはなかったと言われたことから、当事者同士で金銭トラブルは解決済みである、 また、金銭的支援は返さなくていいもの、つまり、贈与を受けたものであると確認したことを明記しています。この文書を受けて、各メディアは、金銭トラブルは解決済みである。これまで受けてきた金銭的支援は、贈与であると、小室坊氏が主張していると報道しました。しかし、4月8日に公表された2度目の文書では、金銭に関することは、解決済みの事柄であると主張していると誤解されている方がいらっしゃいますが、 贈与を受けたものだから返さなくてよい。もらったものだから返済しなくてよいといった主張を私や母がそのような主張を公にしたことはありません。と、当時メディアが報じた情報が誤りだったと主張しています。前回の文書では確かに金銭トラブルは解決済みであると当事者同士で確認していると明記しています。また、贈与という言葉は使っていませんが、返さなくても良いものであることは明記しています。言葉は違いますが、 趣旨は同じだと捉えるのが普通ではあると思いますが、K さんは贈与と返さなくて良いものは違うものだと主張しています。前回の文書で自身が主張したことを忘れているだけなのかわかりませんが、今回の文書は前回の文書を自身で否定しているような内容にもなっています。また、公の文書ではありませんが、母、カエさんが元婚約者に向けた手紙の中で、記伝から贈与を受けたものであって、貸し付けを受けたものではありませんと、 贈与を受けたものであると明確に主張されています。このことから今回公表された文書が小室帽の本心ではないことがわかります。今回の文書の公表で本心では金銭的支援は贈与されたものだから返すつもりはないと思っているにもかかわらず世間からの批判を抑えるために本心を偽り文書を公表したという小室帽の不誠実な性格が新たに露呈してしまいました。 これが28枚にも及ぶ膨大な量の文書を公表したにも関わらず国民に受け入れてもらえなかった原因の一つではないでしょうか。この文書がさらなる批判を招いてしまいました。宮内庁長官と公職台夫が今回公表された文書に対して大絶賛したり評価したことで国民からの批判を受けています。このコメントの内容から宮内庁長官と公職台夫はこの文書を読まれていないと断言できます。 読めば先ほど指摘した矛盾にも気づきますし、常識人であれば違和感を間違いなく感じるはずです。仮に読んでいながらのコメントであれば、宮内庁長官と公職大夫の人格に問題があるのかそれとも皇族のどなたかの関与によるものなのかまた、公職大夫については、元婚約者に解決金を渡さない行為に、目様が大きく関わっていると明らかにしました。 そのことで当然国民の批判の目がマクサに向けられ、マクサの人格を疑問視する声が後を絶ちません。批判を向けられるのには理由もありますが、今や K さんは関わる者たちに国民からの批判を集めてしまう役病神と言える存在になりつつあります。また K さんは動けば動くほど論理破綻に陥っています。前回の文書で金銭トラブルは解決済みである。また金銭的支援の性質について 返さなくても良いものと主張しているにもかかわらず、今回の文書で小室家が一貫して元婚約者の方から受け取った金銭は借金ではなく、贈与であるとし、金銭問題は解決済みと主張してきたという内容は事実と全く異なります。また、金銭の性質に関する主張を私や母が公にしたことはありませんという矛盾だらけの主張は、論理破綻していると言わざるを得ません。 さらに文書では解決金を渡さないことに対して、早期解決と控えに借金であったことにされてしまう事態を受け入れられない、踏み倒そうとした人間として見られ続ける、金銭の問題ではなく名誉の問題、一生重くつきまとう、一生の後悔となる可能性のある選択はできないなどと、あれほど解決金を渡すことを拒否していたにもかかわらず、文書公表の4日後の12日、 解決金を渡す方針にあっさりと方向転換しました。あれほどこだわっていたポリシーはどこに行ってしまったのでしょうかあっさりと方向転換するのであれば文書の公表は必要なかったのではないでしょうかこの方針には当然複数の弁護士とマク様マの意向によるものだと思われますが、もう少しまともなブレーンを傍らに置いた方が良いのではと感じます。小室星がまっとうな人間ではないからこそ、 ブレーンもそうした人間誌がつかないのかもしれませんが、今回の文書と関係者のコメントにより、ある一つの事実を改めて認識することになりました。それは認識のズレです。国民が奥様と K さんとの結婚に反対している理由は、もはや金銭トラブルだけではなく、K さんと圭さんの人格の問題、親族の度重なる不可解な不幸、そして不透明なお借りの動きです。 その全てに納得のいく説明がされない限り国民は結婚に反対することはできません。しかし小室家、そして関与している弁護士、マクサや宮内庁長官をはじめとした皇族、宮内庁関係者は国民に反対している理由は金銭トラブルだけだと考えています。何をどう見たらそういう認識になるのかはわかりませんが国民に目を向けられていないということの表れたと感じます。以前マクサが国民に向け け摘むような発言をされていましたが、それも認識のズレが原因なのかもしれません。一部ではこのまま結婚が進んでいくと報じていますが、昨日、宮内庁に抗議電話をさせていただいたときに、宮内庁職員が、宮内庁としてこの文書によってお二人を結婚させるつもりはないと断言していましたので、私はその言葉を信じてみようと思います。とはいえ、結婚問題は余談許さない状況であることには変わりありません。 本日はここまでです。今後も、講室についての情報を、私の独自の考察も交えながらお届けしていきますので、高評価いただけると、動画配信の励みになります。また、通知が届くように、チャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それでは、またの機会に。